よかった。目が覚めたみたいね。急に目の前で倒れるんだもの。びっくりさせないでよね。ちょっと、寝ぼけてるの？私の家の庭に決まってるじゃない。しっかりしてよね、まったく。って、嘘。もしかして、本当に分かってないの？ソン君ってば、どうしちゃったわけ？頭を打ったの？熱はない？自分が孫悟空だってことは分かるのよね？あんたに決まってるじゃない。っていうか、何なのよその変な口調は。ほら、これが証拠よ。鏡で自分の顔を見てみなさい。鏡を見た反応からすると、あんた本当に孫君じゃないの？でも見た目は間違いなく孫君だし、もしかして記憶喪失？あー、もうどうしたらいいのよ。今はそれどころじゃないのに。ここにいたか。誰よ、この大変な時に。あんたはまさか16号なの？ねえ、セルに破壊されたはずのあんたがどうしてここに？もしかしてドラゴンボールで生き返ったの？16号まで復活したなんて、一体何が起きているっていうの？ちょっと黙ってないで、何とか言いなさいよ。セルに壊されて故障した時、直してあげた恩を忘れたの？それは俺ではない、別の16号。え？孫悟空にリンクしているもの。孫悟空の体ごと一緒に来てもらうぞ。抵抗するというなら力ずくでも連れて行く。孫君、状況はよくわかんないけど、さっさと16号をやっつけちゃってよ。まさか戦い方も忘れちゃってるんじゃ。その肉体は孫悟空のもの。強度もそのままのはずだ。多少手荒な真似をするが、お前が死ぬことはない。殺すわけにはいかないからな。危ない！お前の才能は本物のようだ。ならば、こちらも手を抜かない。立て直す。全てを生きた。間もないというのになかなかやるな。こんにちは、ブルマさん。ご馳走をいただけると聞いて伺ったのですが。わざわざ僕たちを呼び出したんだ。よっぽど美味しいものなんだろうね。ん？なんだお前、どうやら人間じゃないようだが。邪魔が入ったようだな。ここは出直した方が良さそうだ。孫悟空にリンクしているものに。また会おう。
さてと、孫悟空の中にいるやつ、お前は誰だ？僕の目はごまかせないぞ。え？どういうこと？この人は孫君じゃないっていうの？おやおや、これは不思議ですね。悟空さんの体なんですが、本人の気はわずかにしか感じません。その代わり、知らない人の気が感じられます。第三者が悟空さんの体を乗っ取っているというところですかね。体を乗っ取っている？そんなことって。ちょっとあんた、孫君の体から出て行きなさいよ。あんたに乗っ取られているほど孫君は暇じゃないのよ。ブルマさん、そんなに困らせるものではありませんよ。この方も意図せず悟空さんの体に入ってしまったようですし、というわけで、悟空さんの体の中にいるあなた、あなたですよ。まずは心の中で悟空さんに呼びかけてみていただけませんか。あなたなら同じ体の中に眠る悟空さんと話すことができるはずです。あれ、おめえ誰だ？それにここどこだ？変だな、体が動かねえ。おら、どうしちまったんだ？もう、おめえなんか知らねえか？もしわかんなら教えてくれ。え？おめえが俺の体に入ってるって？それにしてもウィス、この妙な波動は一体何だろうね。やはりビルス様もお気づきでしたか。どうやら人の手で作られたもののようですが。波動？何の話？なんだ、お前にはわからないのか。鈍いな。鈍いとは何よ、失礼ね。普通の人間はわからないわよ。おや、この件についてお話があったわけではないのですね。てっきりごちそうを食べさせる代わりに、この波動について教えろというのかと。あ、そうよ、すっかり忘れてた。今世界中が大変なことになってるのよ。急に孫君たちの偽物みたいなのが出てきて世界中で暴れてるし、突然フリーザやセルが復活したりで大混乱なんだから。ふーん、ふーんじゃないでしょ。地球のピンチなのよ。せっかく来たんだから、あいつらを倒してよ。僕には関係ないことだ。そんなことより早くおいしい食べ物を出せ。つまり助けてくれないのね。とはいえ、この波動についてはいささか気になりますね。おや、悟空さんの気が少し増えたみたいですよ。どうやらあなた、悟空さんと無事お話ができたみたいですね。悟空さん、聞こえますか？自力で体を動かすことはできますか？それがよ、腹減ったし起きようと思うんだけど、目が覚めねえんだ。オラがいる場所の出口がどっかわかんねえし、ぶっ壊して出られる気もしねえ。悟空さんから返答がないところを見ると、やはり自力では動けないようですね。あれ、オラの声ウィスさんに聞こえてねえんか？ウィスさんの声は聞こえんだけどな、困っちまったな。ひょっとすると悟空さんがこうなったのはこの波動の影響かもしれませんね。波動の力で気の量が制限され、反動で精神が体の奥底で冬眠状態になった、そんなところでしょうか。く
気が多そうな連中は全員強制的に眠らされているようだ。だったらなんでビルス様とウィスさんは大丈夫なわけ？決まってるだろう。神はそんな波動なんかの影響は受けない。あ、そう。まあこの謎の波動を何とかしない限り悟空さんはずっとこのままでしょうね。そんなの困るわよ。あ、ちょっと待って。今各地の様子を見に行くってみんな外に調べに行ってるのよ。でも強い人が眠っちゃうってことは他のみんなも出て行った先で動けなくなっているでしょうね。おそらくもしくは誰かに体を乗っ取られているか。どうすればいいのよ。全員が動けなくなっちゃうなんて今までで最大のピンチじゃない。この状況を打破するにはこの波動を止める必要があるでしょうね。ブルマさん、この波動の原因に心当たりはありませんか？急にそんなこと言われても。あ、そういえば思い当たることがあるようだな。なんであの時16号が現れたんだろうって。それに孫悟空にリンクしているものって言ってたし、今起こってることと全く関係ないとも思えないわ。なるほど、そう思うのでしたら探ってみる価値はあるのでは。そうよね、まずは調べてみないとわからないわ。それにみんなのこともそのままってわけにはいかないしね。そうなると強い人の助けがいるんだけど。言っておくけど僕たちは手伝わないよ。そんなこと言わないでよ。おいしいごちそう用意するからね。何度も言うようだが僕たちには関係ないことだ。困っているなら悟空の体に入っているやつに頼めばいいだろう。え？悟空の体を動かせるんだろう。だったらこいつも戦えるはずだ。仕方ないか。まああんただって元の体に戻れないと困るでしょ。というわけで私たちに協力してね。この辺りにいると思うんだけどな。お、いたいた。やっぱ思った通りだ。オラの木に似てんのがいるなって思ったけど大正解だ。へへ、やっぱ衰えたか。そいつオラにそっくりだよ。難しいことはよくわかんねえけど、そいつクローンっていうんだってよ。他にもそいつみてえな偽物がいっぺんいて暴れまくってるらしいんだ。見た目が似てるだけじゃなくて本物と同じような技も使うんだ。オラも自分と戦うなんて初めてだから、なんか変な感じがするんだよな。勝てっかどうかは戦ってみねえとわかんねえけどさ、オラと同じような技を使うんだったらこいつとの戦いもいい修行になると思う。そういうわけだからまずは目の前にいるあいつをやっつけようぜ。おかえりなさい。いきなり孫君にそっくりなやつと戦って混乱したでしょ。今ああいうクローンが世界中にうじゃうじゃいるのよ。またいつ襲ってくるかもわからないし、孫君の中にいるあんたも頑張ってよね。そうそう、孫君にとってもあんたにとっても朗報があるの。例の謎の波動が解析できたから、それを中和できるよう飛行機を改造したわ。これで波動の影響で閉じ込められた孫君の意識が表に出てこられるはず。
簡単に言えばいつもの孫君に戻るってことね。それじゃ早速起動してみるわね。えい。ん？ほら、急に出てこれるようになったぞ。やったわ、成功ね。でも、ダメだ、体が重てぇし。やっぱ、全然力が出ねえ。この状態じゃ、戦うのは無理みてぇだ。中和装置はまだ完璧じゃないから力までは取り戻せないみたいね。よくわかんねえけどよ、この状況ってドラゴンボールで解決できねえか。それができるならこんなに慌ててないわ。ドラゴンボールは今は石になってるでしょ。あ、そっか、すっかり忘れてたぞ。ああ、忘れてた。孫君らしいわね。それじゃあ孫君の体の中にいる誰かさん、とにかく今の状況だとあんたには孫君が本来の力を取り戻すまで戦ってもらわないといけないわね。よし、それじゃあ16号を捜索しつつ。みっ、おだいぶ弱ってっけんど誰かの木を見つけたぞ。この木はクリリンだ。助けに行くぞ。見つけた、クリリンだ。あいつクローンか。やべ、クリリンを狙ってる。早く助けねえと。今のお前ならこれくらいできるはずだ。やったぞ、クリリンか。ナイス。気がついたみてえだな。勝ったな、クリリ。あれ、ここはどこだ。確かクローンが現れた原因を探っていたら急にめまいがして。ダメだ、そこから先は思い出せない。もしかして悟空が助けてくれたのか。ヘヘ、まだ。そっか、いつもありがとな。コーラだってやべえときはいつもクリリンから全然もらってったろ。悟空、さすがの俺もちょっと傷つくぜ。ところで全く覚えてないんだけど、俺は誰にやられたんだ。クリリン、よく聞いてね。今いろいろと大変なことになってるの。というわけなのよ。そんなことがあったんですか。あの16号が生きてるなんて嬉しいけど、俺たちの敵っていうのが。よし、他のみんなも助けてやりたいし、16号の真意も知りたい。俺も一緒に戦うぜな、悟空。ああ、もちろんだ。ちょっと待った、今のあんたたちはろくに力も出せないでしょ。あっちゃー、すっかり忘れてたな。修行すりゃ少しはマシになりそうだけど、オラも一人じゃまともに叩けねえし。え、それじゃあ俺は戦えないってことなんですか。思いつく方法はあるけど、孫君の中にいる人の協力がいるのよね。というわけであんた、孫君からクリリンに移動することはできない。悟空の中にいるやつが俺にリンクするってことですか。いいから、二人とも試しに目を閉じてみて。さあ、
そしてリンクしているあんた、クリ。ん？オラの中からいなくなっちまったぞ。わあ！俺の中に知らないやつが。やった！リンクする相手が変わったわ。これでみんな戦うことができるわね。なあ、じゃあクリリンが戦ってる間、ほら、リンクできる人は一人だもの。当然そうなるわね。でも仲間が増えるのよ。ソン君の負担だって減るじゃない。確かに悟空だけに頼りっぱなしってわけにいかないもんな。オラが自分で戦ってたわけじゃないし、自分で戦えるようになるまで精神修行っていうやつをすりゃいいしな。あんたらしい考え方だわ。とにかくそういうことだから、3人ともこれからもよろしくね。おっ、ヤミちゃん、めっけよかった、無事みたいだ。悟空、クリリン、来てくれたのか。ヤムチャさん、よかった。意識はあるんですね。ああ。でも、こうして話をするのがやっとだ。いや、すごいですよ。俺なんか、悟空に助けられるまで意識を失ってたのに。そうなのか。やけに体が重い。一体何が？それがですね。クリリン、説明は後だ。まずはあいつをやっつけぞ。やっやっやっ、違う相手だ。捕らえた。修行の成果を見せて。なんとかまともに動けるようになったな。話は大体分かった。俺が突然体が動かせなくなったのはその波動のせいなんだな。気が封じ込められるのは厄介だが、敵だって同じ条件なんだ。きっとなんとかなるさ。そんな一言みたいに言わないでくださいよ。今は一人でも多く仲間が欲しいところなんですから。クリリン。なあヤムチャ、またオラたちと一緒に戦ってくれよ。悟空、武道家を引退して随分経つ。腕が昔よりなまってるかもしれない。本当に俺が一緒に戦ってもいいんだな。ああ、せっかく道着も着てんだ。戦いねえと持ってねえぞ。大歓迎ですよ。それにクリリンだってちゃんと戦えてんだ。大丈夫だって。クリリンだってって、お前何気に失礼だぞ。三人揃ってこの道着を着るのも久しぶりだな。武道家だった頃の修行の日々を思い出すぜ。そういや、ヤムチャと一緒に修行したことがねえな。あ、ヤムチャ、今度はオラと一緒に修行すっか。冗談じゃねえよ。今の悟空の修行になんかついていけるか。それに俺はもう武道家を引退した身だ。修行ならクリリンに付き合ってもらえ。いや、俺だって家族のために引退してますよ。ま、クリリンは家庭を守るためにって言ってんだから仕方ねえよな。でもよ、ヤムチャは結婚もしてねえし、引退したって守るもんねえじゃねえか。それはだな。俺にだってそのいろいろと事情があるんだ。事情とかよくわかんねえけどよ、引退する意味ねえならオラと修行しようぜ。悟空、お前結構きついこと言ってるって自覚あるか。そんなことより、今は目の前の敵に集中しよう。それにこの戦いが修行みたいなものだろ。そういうことで納得してくれよ。
成果を出さないとな。ケンさん。だからチャオス、お前はチャオス。僕だってケンさんと修行してる。わかった。一緒に戦おう。ただし、俺のそばから離れるなよ。鏡を見てるみたいだな。これだけ似てたら他人には絶対見分けがつかないぞ。18号さんは俺とクローンをちゃんと見分けてくれるかな。見分けてもらえなかったらショックだな。多分大丈夫だと思うけど。なんてこと、心配してる場合じゃないか。もしここであいつを見失ったら大変なことになる。俺の姿で悪さなんかされたら警察官としての立場がないもんな。というわけで、お前が悪さをする前に倒させてもらうぞ。行くぞ。新機構法。行くぞ。機構法。なあクリリン、お前どうして頭を丸めたんだ。この方が気合が入るような気がして。おかしいですか。おかしくはないけど、懐かしいな。クリリンは昔からあまり変わっていないし、その頭を見てると修行時代を思い出すぜ。ですよね。身が引き締まるっていうか、俺も初心に帰った気分です。普通髪の毛が少ないと年を取って見えるもんだがな。その年になって若く見えるなんて羨ましいぜ。だったらヤムチャさんも頭を丸めてみませんか。もしかしたら若返って見えるかもしれませんよ。断る。言っただろ、髪の毛が少ないと普通は年を取って見えるって。それに髪の毛がないと女の子にモテないじゃないか。ヤムチャさん、まだ女の子にモテたいんですね。当たり前だろ。俺だって結婚したい。見た目はともかく、ヤムチャさんも昔から変わってませんね。こんな時に敵のことより女の子のことを考えるなんて。いやなんだ、そのためにも頑張って平和にしないとなって話だ。ほら、雑談はこれくらいにして戦いに集中集中。ヤムチャさんは何年経ってもヤムチャさんのままだな。
俺だけ叩けりゃ十分だ。なあ、俺の体に冷えてるおめえ、なかなかやるもんだな。カメハウスにいる18号さんとマーロンは大丈夫かな。これだけ敵が多いとカメハウスも危ないんじゃ。大丈夫さ、おめえより18号の方が強いんだろ。それはそうなんだけどさ、そうはっきり言われると傷つくぜ。わりわりな、クリリン、どっかでものすげえ気を感じねえか。あ、本当だ。今まで戦ったクローンとは明らかに木の質が違う。もしかしてこの木ってセルじゃないか。確かに目のセルに比べっと小せえ木だけんど似てんな。けんどよ、セルの木は感じんのに戦ってる相手の木は感じねえぞ。相手の木を感じない。ひょっとしてセルと戦ってるのは16号じゃないか。そっか、あいつは人造人間だから木がねえんだ。何か手がかりがつかめるかもしれない。急いで行ってみよう。やっぱりセルだ。それと倒れているのは18号さん。お願い、やめてください。この人だけでも助けて。なんだ、どういう状況なんだ。この野郎、よくも俺の嫁さんを。誰かと思えば孫悟空とクリリンじゃないか。おめえ本当に復活したんだな。正直おめえとはもう一度戦いてえと思ってたんだ。貴様と孫悟飯の息の根を止めるため地獄から戻ってきてやったぞ。クリリン、オラがすっから、おめは18号のとこへ行ってやれ。すまない、悟空。18号さん、ダメだ、完全に意識を失ってる。あなたはこの人の知り合いですか。すみません、彼女は私を守るために。ちくしょう、セル絶対に許さない。しらじらしい芝居をする女め。まあいいだろう、全員まとめて倒せばいいだけの話だ。むしろ孫悟空と戦うチャンスが早く巡ってきたと喜ぶべきか。すみません、誰だかわかりませんが18号さんのことをお願いします。俺はセルを倒してくるんで。私を倒すだと。18号以下の力しかないお前が。やめろクリリン、おめえの勝手な相手じゃねえ。おめさん一人守れずに夫を名乗れるかよ。おお、随分と強気だな。当たり前だ、相手が誰だろうと18号さんを傷つける奴は許さない。タロクリン、許さん。しまった、まだまだ。はっ、見えた、修行の成果を見せてやる。元気のわらさだ。セーブされてさえいなければ。セル、とどめだ。お前たちは
いずれ自分がしたことの重大さを身をもって知ることになるだろう。その時にせいぜい後悔するがいい。なんだと？どういう意味？逃げられたか。気を感じねえ。探すのは難しそうだな。18号さん、大丈夫ですか？多分気を失っているだけだと思います。お医者様に見てもらわないと詳しいことはわからないですけど。そうですか。あの、18号さんをかばってくれてありがとうございました。いえ、こちらこそ助かりました。お二人ともとてもお強いんですね。まさか波動の影響下であそこまで力が発揮できるとは。波動？なんか知ってんのか？もしよかったら18号さんに何があったのか教えてもらえませんか？彼女には絶対にカメハウスから出るなって言っておいたのに。わかりました。実は私、レッドリボン軍に雇われていた研究員なんです。18号さんは波動で意識を失ったところを軍によってさらわれたのだと思います。何のためにさらわれたのかまでは分かりませんが。もしかしてクローンが出現したりセルたちが復活した原因は？はい、全て軍の仕業です。私は波動によって戦士の気を抑え、他の人間を憑依させる研究をしていました。これはリンク技術というもので、つい先日完成したばかりなんです。ですが軍の目的が全宇宙の掌握だと知り、私は怖くなって逃げ出しました。18号さんとは逃走中に知り合い、一緒に逃げることになったんです。でも途中でセルと遭遇して18号さんが犠牲に。よくわかんねえけど、つまりレッドリボン軍が悪さしようとしてんだ。そんでおめえは軍をやめようとしたら襲われたっちゅうことか？お願いです、レッドリボン軍を止めてください。もちろんです。二度と悪さをできないよう組織を壊滅させてやりますよ。ちなみにレッドリボン軍の基地がどこにあるかは、できれば道案内をお願いしたいのですけど。すみません、基地の正確な場所はわからないんです。何せ逃げるのに必死だったので。そうですか。そうだ、ブルマさんって人のところに一緒に行きませんか？俺たち今からそのブルマさんのもとに18号さんを連れて行こうと思ってるんです。そうならここより安全なはずだしな。いえ、家族のことが心配なのでうちに帰ろうと思います。私のことより一刻も早くレッドリボン軍の基地を見つけてください。はい、わかりました。これは寝てる？この前のペーパーテストの時と同じみてえだな。それにしてもこんなところで波動の影響ってことかな。うわっ、悟空、またクローンが現れやがった。あっちか、行くぞ。ブー、オラたちが分かっか？おめえ地面にぶっ倒れてたんだぞ。そうなのか？お前たち俺を助けてくれたのか？でもあれ、なんだか体がうまく動かないぞ。それは妙な波動の影響を受けているせいよ。詳しく説明するとね。というわけなの。わかった？もう
だから。変な波動、原因、あんた弱くなる、悪いやつやっつける、オッケー？うん。ああ、もうこれ以上どう説明しろっていうのよ。まあ、ブルマさん落ち着いて。つまり、オラたちの中に入ってるやつが一緒に悪いやつと戦ってくれるっちゅうことだ。悟空の中に入ってるやつ、そいつ、いいやつなのか？そう、いいやつ、いいやつ、すっげーいいやつだ。そうなのか？サタンもいいやつ、俺、いいやつ好きだ。いいやつなら、お前の友達、お菓子やる。あれ、お菓子ないのか？ならブルマが宇宙一うめえプリンを用意してくれっぞ。え、私？この間のパーティーのプリンよりうまいか？もちろんよ。だから先にソン君たちと一緒に戦って。わかった、先に戦う、その後でおやつだ。大丈夫なんですか、宇宙一のプリンだなんて。もうソン君ってば、覚えてなさいよ。なあ天津飯、俺たちがこの戦いに勝てる見込みはどのくらいだと思う？この戦いに？ああ、もちろん今の目の前の敵にって話じゃなくて、全てが終わるまでの戦いに勝てるかって話だぞ。敵も俺たちと同じように波動とやらの影響を受けている。なら力は互角のはず。単純に考えれば勝つ見込みは五分五分だ。そうだよな、今回は波動の影響があるんだ。だったらなおさら今回は悟空たちに全てを任せるわけにはいかないよな。その通り、俺たちの力見ていくぞ。ああ、いつらもうまく力を使えないはずなのに、なぜこの私が負けねばならんのだ！無様でしたね、フリーザ君。あなたの戦いぶり、遠くから見物させていただきましたよ。まったく、私との約束を無視して抜け駆けした挙句敗北するとは。それであいつと対峙してみてどうでしたか？お前に教える義理はない。そうですか。実はですね、私の忠実な部下たちが面白い情報を仕入れてきたのですよ。お前の忠実な部下というのは？
あのおかしなポーズをとる連中のことか。まあそうです、義乳特戦隊と言います。欲しくはありませんか。私の部下が手に入れた情報を、あなたの持つあいつの情報と情報交換というわけです。なんだ、誰かオラの心に話しかけてくるぞ。ソンピッコロか。すぐに来てくれ、敵が。敵？どこだ。かすかな木の実だね。あっちだ。いた、ピッコロだ。悟空、後ろ。本当にクロンのやつなんてどこにでもいいんだな。よし、行ってやってやる。説明は必要ない。波動のこともリンクのことも今わかった。え？まだ何も言ってないのに。説明を聞くのも面倒だったからな。お前の心を読ませてもらった。心を読んだ？ああ、ピッコロは元は神様だもんな。心を読むくらい簡単に。あんた、まさか余計なことまで読み取ってないでしょうね。私がお風呂に入っている時の記憶とか、雑多な情報の一つにあったかもな。それがどうした。どうしたって、何よそれ。乙女の秘密を何だと思ってんの。まあまあ、ナメック星人にとっては乙女も何も関係ないですって。それにブルマ、おめえもう乙女って年じゃ。とにかく事情は分かった。ソン、いや、ソンにリンクしているお前、ずいぶん面倒なことに巻き込まれたな。だが今はお前の力が必要だ。俺も戦う。お前にも手を貸してもらうぞ。それにしても全員の力が封じられちまうなんて、今回は今までにないくらいヤバい状況を。そういう割には随分冷静じゃないか。そりゃこれまで何度も修羅場をくぐってきてるからな。それに悟空はまだ諦めていない。だから俺も希望を持っていられるんだ。悟空がワクワクしているうちは何とかなるような気がするからさ。余裕があるのはいいが、奴を当てにしすぎるなよ。孫の奴は頼りにしていいのかよくわからんことがあるからな。言えてるぜ。もちろん悟空だけに任せっぱなしにはしないさ。倒せそうな敵は俺が倒してやる。いい心構えだ。まさか自分のクローンと戦うことになろうとはな。どうやら木の量や性質も俺と同じレベルのようだ。おそらく体の構造や能力も俺と同じなんだろう。しかしここまで長所と短所がすぐに分かる相手も珍しいだろうな。自分のことは自分が一番よく分かっている。自分が相手だからこそできる戦い方をしてやる。やっべ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 っ
カプセルコーポレーションで詳しく検査中よ。生体機能に全く異常はないそうだから、そのうち必ず目を覚ますわ。大丈夫、そんな不安そうな顔しないでね、クリリン。そうですか。ブルマさんが大丈夫だって言うなら大丈夫ですよね。クリリン、ホラの中にいるあいつも大丈夫だって言ってぞ。だから心配すんな、きっと大丈夫だ。だよな、大丈夫だよな。悟空の中にいるお前、結構いいやつなんだな。うん、お前とはいい友達になれそうだ。だが、なぜ16号は今回の事件に関わっているんだ。本当にあの16号ならば、レッドリボン軍のやり方には反発するんじゃないか。そうなんだ、16号は悪いやつじゃなかったのよ。実は私、最初に16号に会った時、それは別の16号だって言われたの。だからあの16号は設計図か何かを元に作り直された16号じゃないかしら。でもよ、あいつ目と別人っちゅうわけでもなさそうだったぞ。そこなのよね、作り直されてはいるけれど元の16号の記憶もある。真相は分からんが、今はレッドリボン軍の基地を目指すくらいしか当てはないようだな。あ、そうだな。いたぞ、ほらあそこ、ご飯だ。はあ、よかった、気を失ってるだけみたいだ。当たり前だ、お前とは出来が違う。そんなこと言うなよ、サイヤ人が頑丈すぎるんだからさ。あいつらしつけえな。孫、奴の注意は俺が引く。お前はご飯を。悟空ならご飯を連れて瞬間移動したぞ。ご飯が車に預けてきた。無限じゃなく立てず。あれ、結構どうかしたんか。気のせいだ。そっか、いいけんどよ。それよりまずは奴を片付けることを考えろ。ふっやっやっほりゃえいおっはたたスタート今だ。あーじっけー相手だ。ドアマンどうだろう。うわー相手だ。クローンもやっつけたし、ブルマさんのところへ戻ろうぜ。ああ、そろそろご飯も目覚ましてるだろうしな。あ、父さん、それにピッコロさんも。よう、ご飯。体、なんともねえみてえだな。ソン、息子のことをもう少し心配できんのか。悪い。けどご飯はそんな弱くねえからさ。それに最近はおめえがご飯の修行してやってんじゃねえか。まあな、だがまだ本調子とは言えん。ブルマさんから事情も聞きました。僕も一緒に戦います。おお、ご飯が一緒に戦ってくれるなら楽しいぜ。それから父さんたちにリンクして一緒に戦ってくれてる方、あなたをこんなことに巻き込んでしまってすいません。これからは僕も戦います。力を貸してください。どうやらここがレッドリボン軍の基地のようだな。ん？気づけろ。お前たち、いや、16号、本当に16号だ。ひょっとしてお前
昔の記憶があるんじゃないか。やっぱり俺たちのことを覚えてるんだな。それがどうした。どうしたって大事なことじゃないか。お前あの16号のままなんだろ。俺たちあの時一緒に戦った仲間じゃないか。なんでレッドリボン軍なんかに手を貸してるんだ。なあ16号。答える必要はない。待ってくれ。俺たちは、俺はお前と戦いたくないんだ。このおかしな波動とクローンたちを作るのをやめてくれれば。お前たちの意志は関係ない。来ないのならこちらから行くぞ。おめえやっぱオラたちを本気で倒す気なかったんだな。殺気を全く感じなかったし、バレバレだぞ。悟空の言う通りだ。16号が好きで戦っていたとは思えない。もし本心では軍に従いたくないなら、俺たちもう一度仲間になれる。すまないが、俺は軍を離れることはできない。奴を放っておいたらいずれ。奴？ああ、今のレッドリボン軍を指揮している人造人間、21号だ。人造人間21号？俺は21号の指示に従って動いてきた。だが21号の人格はどんどん凶暴になり、暴走。俺が軍から離れてしまっては。そうよね、軍から離れたらあいつは二度と目覚めないものね。あなたはさっきの21号。21号だって。こいつが。一体どういうことなんだ。この人が21号ならなんでさっき18号をかばってくれたんだ。別にかばってないわ。あの時は戦うことを避けたかっただけ。まだ私の力は十分じゃないのに、あなたたちがセルと結託したら厄介だもの。それよりも16号、あなた随分姑息な真似をしてくれるわね。何のことだ。とぼけたって無駄よ。あなたがシステムを起動したのでしょ。そしてこいつらの力を引き出すため適合者をリンクさせた。だとしたら。あら、開き直るの？さ、私に逆らったらあいつがどうなるか、あなたはよくわかってるでしょ。一応まだかばうつもりはあるのね。でもそれももう無駄よ。奴の真の姿ということか。うっ、あいつ人間じゃなかったのか。だから人造人間だって言ってただろう。短くない付き合いだったけれど、もう潮時みたいね。たとえ誰であろう、私を邪魔する奴は許さない。恨むならろくな生活強制もせずにあなたを作り直したあいつを恨むことね。16号逃げろ。こんなものを食らったら。待ってろ、今助けてやる。待って、クリリン下がってろ。俺に役に入れない。クリキンの力を貸してくれ。アメガメ
やったか。な、聞いていない。死ね。16号、せっかくまた会えたのに。16号のために泣いてくれるの？でもそんなに悲しまなくても大丈夫よ。今から美味しく食べてあげ。ちっ、さっきの攻撃の影響ね。どうした？オラたちを倒すんじゃねんか。そうしたいのは山々だけど、今はその時じゃないみたいね。待て、なんで16号を破壊したんだ。仲間じゃなかったのか。私に逆らった当然の報いよ。あの子はやりすぎたの。多少の老いたは目をつぶっていてあげたのに。でももういいわ。これで私を邪魔する者はいなくなる。ようやく私は思う存分お菓子を食べられるようになる。クソガキみたいなこと言いやがって。とにかく準備が整うまで楽しみに待っていてちょうだい。ん、待て。逃がさねえぞ。悟空、行くぞ。クリリン、放っておいては損もなくのやつも危険だ。まだ十分力を引き出せてないのに、ここまでのスピードが出るんだ。でも残念、今あなたを食べるわけにはいかないの。せっかくならもっと力を引き出せるようになってからじゃないとね。シュート、早すぎなさい。悟空、おい、起きろ。おい、いい加減に起きるわ。ようやく目覚めたか。おお、私のことを知っているのか。まあ、地球人で私のことを知らない奴、そうはいないか。今は一体何者だ。生身の人間の精神だ。なぜ私の中に。詳しい話は後だ。今は奴と戦うことを考えろ。あなたひょっとして孫悟空にリンクしていた。そっか、さっきの衝撃でここまで飛ばされちゃったのね。まあいいわ、あなたがリンクしているなら少しは狩りを楽しめるかしら。貫いて。無駄だ。地球ごと消えてたんだ。思った通り、あなたがリンクすると強くなる。あなたごと食べちゃった方が美味しそうだけど、それよりもっと美味しそうな孫悟空にリンクし直してもらうべき。ああ、もう迷っちゃう。やむを得ん。一旦引くぞ。逃げられちゃった。けどあの体力の消耗具合、
多分そう長くリンクは持たないわね、セール。いくら逃げても無駄よ。あなたのことも美味しく食べてやるんだから。どういうことだ。この間とは明らかにパワーが違う。この星のエネルギー源などたかが知れているというのに、まさかあのクローンたち、ただの戦力ではなかったということか。いずれにせよ早く回復を。ごめん、戻ってきたんか。え、じゃああいつまた悟空の体に戻ってきたんだな。そうか、いらん心配をかけさせやがって。オランとか戻ってくるまでおめえ何してたんだ。セルって、あのセルとリンクしてたんか。は、なんでまたそんな奴のところに。こいつのことだ。また意図せずリンクしてしまったのだろう。まあ無事に戻ってきたんだしいいんじゃねえか。けどさ、セルが生きてるってことは敵は21号だけじゃないってことだぜ。いずれにせよ今は21号を倒すことを最優先に考えるべきだろう。ああ弱ったな。あいつまだパワーが十分じゃねえって言ってたけど、まだ強くなるのか。菓子なんか食ったって腹膨れねえし力も出ねえだろうにな。やつの食の好みなど知らん。それよりどこまで強くなるかが問題だ。もうここで言い合っていても何も変わらないでしょ。あんたたちお得意の木とかでさっさと21号を探して倒しなさいよ。そうしたいところなんですけど。さっきから木探ってんだけどよ、全然見つかんねえんだ。おそらく21号はセルのようにコントロールして木を抑えているのだろう。まっ、すぐに見つかんねえもんは仕方ねえよな。ができることをすればいいさ。となるとまずはこっちの戦力を増やした方がいいな。ああ、まだ見つかっていない奴らを探し出すのが一番有効だろう。まったく、こんな時にベジータのやつどこ行っちゃったのよ。もういつもは偉そうなくせに肝心な時にいないんだから。まあまあブルマさん、そう言わないで、きっとすぐに見つかりますよ。お、そうだ、リンクにも慣れてきたしよ、今ならベジータの木も見つけられっかもしんねえぞ。早速試してみっか。この木は間違いねえ。ベジータが。本当？見つかったの？やるじゃない、ソン君。へへ、そんじゃ早速ベジータのやつを助けに行くとすっか。ん？ベジータのやつ確かにこの辺りにいるはずなんだけどな。おい、あれ見ろ。ベジータ、あなたの命もこれまでですよ。いかん。あなた、おやおや、皆さんお揃いのようですね。ですが、惜しいことにしました。ベジータはあの女の餌になる前に処分しておきたかったのですが。あの女の餌？もっとも、餌という意味ではあなたたち全員がそうなのですけど。いい機会です。ここで全員始末して差し上げましょう。お待ちください、フリーザ様、我々もお手伝いいたします。リクーム、チェンジ、メガダ、ゲニュー、ミラ、ソッパ、テレ
相変わらずというか、なんというか。なあクリリン、あれ意味あんか？まあいいでしょう。では全員まとめて始末するとしましょうか。その程度で後悔しますよ。その程度で。おっと、ちょっと許してやるか。じきじきに倒して想像以上だ。なるほど、セルが苦戦した理由が分かりましたよ。まさかここまで力を引き出すことができるとは。残念だったな、フリーザ。ここで始末されるのは貴様の方だ。今から貴様は消えてなくなるわけだが、その前に教えろ。おや、何です？俺たちがあの女の餌になるとはどういう意味だ？21号の目的は俺たちを倒すことではないのか？いいでしょう。私に善戦したご褒美に教えてあげます。フリーザ様、こいつらに情報を与える必要は。いいではないですか。こうして恐怖心を煽ってやるのも一興です。あの女、あなたたちに合わせて21号と呼びますがね、21号は人間を捕食することで戦闘力を増強できるのです。なんだって？主にお菓子に変えて食べるようですがね。まったくふざけたやつですよ。なるほど、そういうことだったのか。マジかよ、そんな方法で力を吸収するなんて。まるでセリアブーみてえなやつだな。だがそういうことなら、21号に捕食される前にこいつらを見つけられて幸運だったわけだ。バカなことを言わないでください。21号はおらあなたたちにやられるつもりはありません。逃げるつもりか、フリーザ。ほっほっほ、兄さん、お任せください。来るぞ、金縛りの術だ。しまった。動かねえ。それでは皆さん、近いうちにお会いしましょう。俺が気を失っている間にそんなことがあったのか。だが隙をつかれてフリーザに逃げられるとは、貴様ら相変わらず爪が甘いな。グルドの超能力のことはナメック星で戦って知っていただろうが。いや面目ない。ちょっとベジータ、あんまり偉そうなこと言うもんじゃないわよ。あんたなんかみんなが頑張ってる間グーしか寝てただけじゃない。まあ今は夫婦喧嘩してる場合じゃないっすよ。そんなことより21号に逃げられてからずいぶん時間が経っている。ああ、フリーザの話が本当ならかなりパワーアップしてるかもしれないぞ。そうよ、早いとこやっつけないとまずいんじゃないの。やっぱ21号の気が探れねえんだよな。その21号とやらがどれほど強くなろうと俺がぶっ潰してやるまでだ。
やれやれ、カッコつけちゃって。言ってもよ、おめえずっと寝てたから21号のこと知らねえじゃねえか。パカッと、貴様は黙っていろ。ベジータ、自信があるのはいいが、21号と戦う前にリンクに慣れておけよ。今の俺たちはリンクをしないと力が出ないことを忘れるな。ふん、そんな戦い方は気に食わんな。波動の発生源がわからないのだから諦めろ。チッ、おいおい、喧嘩すんなって。それによ、ベジータ、おめえがフリーザにやられそうになった時守ってくれたんはピッコロだぞ。自分の都合で勝手にやったことだろう。俺には関係のないことだ。ああ、そうだな。それに貴様に礼を言われても気持ちが悪いだけだ。なんだと？はは、確かに気持ち悪いな。ふん。なあ、みんな、とりあえず今はさ、居場所の分かってる敵をなるべく倒しておかないか。21号が強い相手を捕食してこれ以上強くなるのを防ぐためにさ。確かにそうだな。クローンと戦うことでリンクの練習にもなるだろう。よりによってこの俺が他人の手を借りなければ戦えんとは。やむを得ん。今回だけだからな。それにしても意外だな。お前が誰かと一緒に戦う気になるとは。言っておくが、本来の俺の実力であればお前の出番など一つもない。今は仕方なくこの状況を受け入れているだけだ。それでも以前のお前なら堅くなに一人で戦おうとしただろう。お前も随分丸くなったものだと思ってな。勝手に言っていろ。言っておくが、もしこの俺の足を引っ張りやがったら承知しないからな。こんな状況だ、それはお互い様だろう。お前こそ俺の足を引っ張るなよ。始めるぞ、ベジータ。言われなくてもそのつもりだ。葉っぱチビたちだ。すぐにブルマさんのところへ連れて。おっ、孫、敵だ。見逃してくれる気配はなさそうだな。仕方ねえ、まずあいつを倒すとすっか。反応はいいか。消えろ。終わりだ。覚悟はいいか。分かっちゃうな。もう終わりだ。雑魚が。はい。というわけで、今の俺たちはリンクなしに戦えない。知らない奴を体に入れるなんて嫌だぜ。そんなことしなくても俺たちフュージョンすれば戦えるってなあ、ゴテン。うん、トランクス君、僕たちの力見せてあげようよ。よし、行くぜ。うん、フュージョン。実力を見せてやるぜ。どの技にしようかな。よし、決めた。結局ウルトラブーブーバレーポップ。それはダメだ、ボールにできる相手がいない。
言っただろう。今のお前たちはリンクなしでは武空術すら使えないはずだ。そんなわけないだろ。武空術、武空術、行け、飛べ、飛べるんだ、ピッコロさん。無駄だ、リンクを受け入れろ。ご先祖様、これは？これはまた随分禍々しい木じゃの。まるで今地球上にいるあらゆる戦士の木をかき集めたような。戦士の木を？あやつらが倒したはずのフリーザ、そしてセルという人造人間、特に魔人ブーの木に近いものが強く感じられるの。ブーまで？ぼやぼやしておると厄介なことになるかもしれん。そんな、こればっかりはなるようにしかならん。見守ることが神の本分、あやつらを信じるしかないの。頼みますよ、悟空さんたち。クローンだかなんだか知らないが、この俺とやり合うつもりか？そもそも俺のコピーがおとなしく命令に従っているというのが気に食わん。どうやら言葉を発することもできないようだな。言いなりになる人形など目障りだ。今すぐこの場で消してやる。ほう、構えは様になっているじゃないか。俺の戦いの基礎は細胞にまで染み付いているということか。だが俺がこれまでの戦いで得た経験まではコピーできていないだろう。クローンごときが本物に勝てると思うなよ。マジだ。どうだ、止め、逃げろ。お前さらすな、もう覚悟しろ。あの女は気に入りませんが、今だけは感謝してあげましょうか。あなたたち二人を始末する絶好の機会を与えてくれたのですからね。ふん、始末するだと？それはこっちのセリフだ。ようやく貴様をこの手で叩き潰せるんだからな。いいでしょう、どうしても死にたいというのなら。ちょっと待った。何ですか、いきなり。カカロット、貴様邪魔をするな。いつの間にベジータが先に戦うことになったんだ。知るか、そんなことを。くだらんちゃちゃを入れるな。この前フリーザが来た時も貴様が邪魔をしたことを忘れたのか。あん時は悪かったって。でもああするしか。いいから黙って引っ込んでいろ。それで貸し借りなしにしてやる。そんなこと言うんならさっき助けたんでもうチャラじゃねえか。おめえが動けなくなってっと消え、フリーザの攻撃から守ってやったろ。黙れ。貴様少しは遠慮を覚えたらどうだ。この間といい今といい、俺に最後まで全力で戦わせろ。そんなケチケチすんなって。ちょっとだけ先に戦わせてくれよ。貴様のちょっとは当てにならん。いい加減に諦めろ。いい加減にしろ。この私を待たせて口喧嘩とは、いい度胸ですね。あなたたちのそういうところが忌々しくて仕方がないんですよ。そこまで戦いたいというなら、私の手でひねり潰してやる。その程度だ。もう覚悟しろ。その程度ですか。自分
分のクローンというのは不思議なものだな。顔や形だけでなく力まで同じと。だがこれ以上の修行相手はいない。自分と同じ戦い方をするのであれば俺の弱点も知ることができる。お前を倒した時、俺は今の自分を超えたということになるのだからな。俺が武道家として一段上に行くためにお前には踏み台になってもらうぞ。さあどこからでもかかってこい。またさ、中24点の味ってところね。あの義乳とかいう変な子たちも大した戦力じゃないって言ってたし、ま、仕方ないか。覗き見なんて悪趣味よ。さっさと出てきたら。やはり気づいていたか。当然だから私のおやつタイムを見せてあげたんじゃない。あなたはこれからこうなるのよって私って優しいでしょこの私がそう簡単に貴様の餌になるとでも。その様子だとそれ相応の数を食べたということか。つくづく悪趣味な女だ。あなたはナッパって子より美味しそうよね。どんなお菓子にしようかしら。何？一瞬で型をつけさせてもらうわ。短時間でここまで。あの時は半分も力を出してなかったの。せっかくだし真面目にやろうと思って。そういうわけだから。いただきます。ご飯、お前ピッコロと修行をするようになったらしいな。戦いの勘は戻ってきたのか。少なくともフリーザが来た時に比べればマシになったと思うんですけど。まったく、貴様のその平和ボケした態度は何だ。サイヤ人ならサイヤ人らしくもっと強さを求めろ。そもそも修行を始めたといっても気概が感じられん。え？僕なりに真剣にやってるんですよ。ならピッコロやカカロットのような甘いやつに師匠を頼むな。そこまで言うならベジータさんが僕を鍛えてくださいよ。断る。自分を鍛える方法は自分で見つけやがれ。ベジータさんってある意味昔のピッコロさんより厳しいですね。ぼさっとするな。敵が来るぞ。ないんじゃない。40点くらいは上げてもいいかな。セルに比べればまだまだって感じだけど。なるほど、急激なパワーアップはセルを食べたからですか。むざむざ餌になるとは思いのほか使えませんでしたね。
あら、そんな言い方かわいそうよ。彼なりに頑張ったと思うわよ。ただ、自分の方が圧倒的に弱いと気づけなかっただけ。でもあなたも人のことは言えないんじゃない？暴食の化け物にも冗談を言うだけの知性はあるようですね。化け物だなんて失礼しちゃう。私はちょっと食いしん坊なだけよ。さあ、あなたもおとなしくおやつになりなさい。あなたのその冗談、全く笑えませんよ。死んで地獄で発生しなさい。思っていたより普通の攻撃ね。おいしくなる。違って本物はいいわね。鮮度も味も比べ物にならない。80点ってところかしら。さてと、孫悟空たちはどんな様子かしら。へえ、いつの間にベジータまで目覚めたのかしら。私に対抗するために味方を増やしているのね。動けないうちに食べようと思っていたけど、これはこれでいいか。お菓子だって新鮮で生きがいい方が美味しいのね。はあ、早く食べたい。でもダメダメ、どうせならもう少し我慢しないと。もっとパワーを引き出せるようになればきっともっと美味しくなるわ。そのパワーも断末魔の悲鳴も全部スパイスになるんだから。このバカでケーキは何なんだ。この木グーに似てるけど、それだけじゃない。フリーザやセブ、今まで戦ったヤバい奴らの木を混ぜたみたいな。木の大きさから見て21号のものと考えて良さそうだ。木を混ぜたってセルの時も同じようなこと言ってなかった？21号もセルも同じ人造人間だ。似たような木でも不思議はない。面白い。俺たちをおびき出そうという魂胆か。あ、そう見てたな。まさか私たちをおびき出してみんな食べちゃうつもりじゃ。そういうことだと思います。ふざけたやつだね。だが俺にとっては都合がいい。あてもなく探すの大変だからな。居場所さえ分かればこっちもんだ。よし、行って行ってみっか。みんなで一緒に戦えるなんてワクワクするな。あれ、でも俺二人のことをなんて呼べばいいんだ。ゴテンにとってのお父さんはトランクスにとって悟空さんだし、トランクスにとってのパパはゴテンにとってベジータさんだよな。ねえねえ、俺は二人のことなんて呼べばいいと思う？オラが決めなきゃいけねんか。大人なんだから一緒に考えてよ。そんなこと言われてもな。ほら、ゴテンの父ちゃんだけど、トランクスの父ちゃんじゃねえし。なあベジータ、おめどうすりゃいいと思う？知るか、そんなこと。戦いの前にくだらん話を持ち出すな。ごめんなさい。ははは、怒られちゃったな。貴様もだぞ、カカロット。戦いの前に気を緩めるんじゃない。ベジータ、来るぞ。目の前の敵に集中しろ。今回も強敵ばかりで厳しい戦いになりそうですね。今のここで力になれるのかどうか少し不安になります。心配ねえさ、きっとなんとかなるって。
って。いざとなったら、オラたち親子でフュージョンすりゃ勝てるだろ。父さんと僕でフュージョンですか。それすごくいいアイデアですね。だろ。オラたちが合体したら、名前はここか、それともエラオかな。盛り上がっているところ悪いの。あれは失敗するとまるで使い物にならない。練習する時間さえない今、慣れないことをするだけ無駄だ。え？そうなんですか。一度のかっこいいポーズやってみたかったんですけど。かっこいい？あのフュージョンのポーズは？かっこいいですよね。そうか。そうだか。この戦いが終わったら、オラが教えてやったぞ。本当ですか？あれをかっこいいと言えると、やはりこいつら親子だね。何ブツブツ言ってんだ。ほら、敵も来たし、さっさとやっつけっとぜ。ああ、そうだな。またあのブーと戦うことになるなんて思わなかったぞ。俺はみんなの力借りて元気玉で倒しちまったからな。今回は自分だけの力で倒したすっから。カカロット、油断するな。こいつは他のクローンとは様子が違うぞ。そうか、ちげえなんかねえと思うけど。なら、あれを見ろ。あ、寝てやがる。竹の目に居眠りなんてよ。確かに他のクロンとは違うみたいだな。俺たちの前で居眠りとはふざけたやつだ。俺が叩き起こしてやる。起きたみてえだぞ。俺にしてもあいつ、いちいちあれやんねえと叩けねえんかな。知るかそんなこと。面白い。今度は俺がこの手で倒してやる。俺だって負けねえかな。交代だ。あら、止め。どうだ。そう受け止める勇気があるか。はい、サイヤ人にかなうやつなどいないかもしれんな。戦闘力でだ。戦闘力でサイヤ人にかなうやつなどいるものか。できるように場所変えねえか。悟空、地球へのダメージを考えたか。
悠長なやつめ。それもあるんだけどよ、オラが余計な心配しねえで戦えてんだ。地球以外の場所に移動するということか。一体どこに？あ、そうだ、ちょっと移動すっからオラに捕まっててくれ。じゃ、おめえもすぐ来いよ。は？で、ここで戦わせてくんねえか。はあ、また面倒ごとを持ち込みよって。お前ら海王神会を何だと思っとるんじゃ。しょうがねえだろう、ここしか思い浮かばなかったんだしさ。地球で戦うよりは安全でしょうが、21号はここまで来るんでしょうか。ああ、あいつは絶対来る、多分。どっちだよ。まあまあ、すぐ来なかったらそん時は作戦立てようぜ。ところで、なんでビルス様たちもここにいるんだ。せっかくですから見物しようかと。ビルス様の予想した通り、ここが最終決戦の舞台になりましたね。まあ、ここなら星ごと壊れることはないだろうからね。お前たちの考えることくらい簡単に読めるんだよ。それよりあんまり気を抜くのは感心しないぞ。え？見つけた！思ったより早く来たな。ほう、あの方だ。へえ。悟空さんたち、大丈夫でしょうか。21号は随分パワーアップしておる。なんでいきなり。こんなに強そうな人たちがいっぱい。最高よ、これだけいればスイーツパーティーができるわ。オラたち食い物じゃねえぞ、クモだ。それがおめえの力っちまった。大丈夫、大丈夫、全部私のもの、全部まとめてお菓子にしてやるわ。よし、
かった。無事に倒せたみたいですね。さすが悟空さんたちです。この頑丈な海王神海王、ようもこれだけ荒らしたもんじゃ。わりわり、じっちゃん、お詫びは今度すっからさ。しかし、21号とは一体何者だったのでしょうね。16号さんが助けようとした人のことは結局わからずじまいですし、今回の事件まだまだ謎だらけですね。そんなこと知らないよ。僕たちに関係ないだろう。それよりあいつがスイーツなんて言うから何か甘いものが食べたくなった。そうですね、ブルマさんにお願いして美味しいスイーツをいただきましょう。おや、あなたはまだ興味が終わりのようですね。でしたらご自分でお調べになるとよろしいかもしれませんよ。ウィス、何をボサッとしているんだ。はい、ただいま。真相が分かったらぜひ私に教えてくださいね。どうやらリンクシステム自体は正常に稼働したようだ。聞きたいことは山ほどあるだろうが、まずは自己紹介をさせてもらう。俺は16号、レッドリボン軍に作られた人造人間。突然ですまないが時間がない。要件だけを話すとし、お前は今フリーザという宇宙人にリンクしている。要するにそいつの体に憑依し乗っ取っているということだ。